ラムケ高架領兵旅団は第二次世界大戦中に地中海地域で戦ったドイツ空軍の高架領兵部隊である。ヘルマンベルンハルトラムケ北アフリカにて1941年のクレタ島への空挺教習として実行されたい来賞を払ったメルクール作戦の後でいくつかの高架領兵部隊が歴戦の指揮官ヘルマンベルンハルトラムケ大佐の下で臨時の旅団として 編成された。この旅団は、マルタ島進行のハーキュレス作戦の一翼を担う、ことが予定されていた。攻撃がキャンセルされアフリカ高下両兵旅団と解消された、この旅団は、北アフリカで、エルビン・ロンメルが指揮するドイツアフリカ軍団へ送られた。1942年4月に、旅団は、ラムケ高下両兵旅団に再度解消され、1942年7月の、 北アフリカ到着後は、数軸国側の指揮、通信、補給系統を荒らし回っていたスターリングの SAS に対抗する活動で目覚ましい貢献をした。ラム家の部隊は次にドックのスウェズ運河への強襲で、英軍が防衛のためにエルアラメイン近郊に集結する前に、イタリア第25不評師団ボローニャと並んで攻撃の先鋒を務めた。その後、旅団は第次、 エルアラメイン海戦で首都を繰り広げたが、ドイツ軍の退却の最中に退路を断たれ、ロンメル将軍はラムケ高下両兵旅団を損失部隊のリストに入れた。これにもかかわらず1942年11月3日に旅団は退却する、数軸国軍に再合流するために西に向かって移動し始めた。11月6日、7日の夜、旅団は、 多数の英国の輸送車両で構成された A 第8軍の補給部隊の車列に遭遇した。一発も発砲することなく車列を乗っ取り、今や自動車化された旅団はさらに西へ向かった。旅団が乗っ取ったのは偶然にも連合国軍の1個、装甲師団分の補給品を満載した輸送部隊のトラックであり、ラム家の部下達は多量の燃料、水、食料とタバコを手に入れた。 ラムケ高架両兵旅団は、友軍の下にたどり着くまで200マイル以上の距離を移動していた。この開峡の後、旅団は、休暇のために、チュニジアに送り返された。第一空軍武装両兵旅団と解消された旅団は、短期間の休暇の後、チュニジアで進行してくる、連合国軍に対峙する前線へ投入された。ラムケ自身は、ヨーロッパへ移動となり、指揮権は、旅団の中で、 大替指揮官だったハンスクロー少佐に異常された。旅団はチュニジア南部の山岳地帯で英軍との激しい戦闘に巻き込まれた。第一空軍武装両兵旅団は残存部隊が連合国軍に投降した1943年5月のアフリカ総攻軍の降伏まで戦い続けた。ラムケ高科両兵旅団 OB e のフリードリッヒホンデア。 ハイテは1944年にカランタン近郊で第六降下両兵連隊の指揮を取った。ラムケ自身は1944年9月20日まで抵抗したブレスト防衛の指揮を取り4万人以上の市民の避難に責任を負った。ヘルマンベルンハルトラムケとハンスクロウ北アフリカにてありがとうございます。